今日はありがとうございます。コロナで皆さんにご迷惑かけちゃいけないということでずっと失礼をいたしておりました。お世話になった方にも皆さんにもご挨拶ができませんでしたけれども、やっとこれで11月の12日が1年目ですので、やっと皆さんにご挨拶ができることができました。芝居のことしかわからない人でしたけれども、皆さんに愛されて本当に芝居好きな芝居の人生だったと思います。その手に関しては悔いはないと思うんですけれども、今日は皆さんにこうして忍んでいただいて写真展もさせていただいて、心から御礼申し上げたいと思います。本当にお世話になりまして、皆さんにありがとうございました。もうすでに父が亡くなりましてから1年近くは経っていますけれども、今日こうやって改めて父がいなくなったんだということを改めて感じていますね。今までは分かってはいましたけども、頭の中の中の意識の中でどっかそうじゃないような、そうでいてほしくないというのがあったのかもしれないですけども、今本当に今日改めて感じています。父の写真を、皆様いらっしゃる前に一人でこう見てたんですけども、父が亡くなってすぐに出なかった涙っていうのが、なんか今日初めて出たような気がしてます。いい意味での父との別れというのが今日ははっきりとできるんであろうかなと自分でも思っているところです。で、本当に皆様にはこれまでいろいろとお世話になりました。本当にありがとうございました。これからは本当に月並みでございますけど、私と弟の先着とで、父の思い、そういうものを全部背負ってこれから生きていかなきゃいけないんだということを思っております。またよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。先ほど母が申してたように、父はもう芝居一筋で本当に芝居を愛した役者でございました。父の好きな言葉に一生青春という言葉がございまして、私も去年父が亡くなって、その翌月12月に還暦を私も迎えまして、やはり父が一生青春と言っていた言葉を私もそのまま引き継いで、僕もこれからは一生青春という言葉を使いたいなと思ったりもしていまして、父が愛した歌舞伎をこの先も多くの人に楽しんでいただけるよう、しっかり父の残したもの、近松に対する愛情ですとか、231年ぶりに坂田藤十郎という名前を復活させた思いですとか、次の世代に歌舞伎の素晴らしさを一人でも多くの方にお伝えしたいなと、父が亡くなって本当にその気持ちが強くなりました。この先もどんどん歌舞伎をこの日本の文化、伝統文化としてしっかりつなげていくことを目指して、これからも勉強し続けていきたいなと思いますので、父亡き後も成駒栄一もどうぞよろしくお願いいたします。もう祖父が本当に亡くなって1年が経とうとしている中ですが、これが祖父との別れというよりも、本当にまさに今日こうバトンを渡されたというか、この一家でここからまた頑張っていかなきゃいけないんだという、そんな日だと僕は思っております。祖父はすごく偉大な役者でしたので、やっぱりその分僕たちにもすごい大きい圧がかかってはいるんですが、祖父はまだまだ遠い存在ですが、祖父の歩んできた道をこうなぞって、祖父のような立派な役者になれるように日々精進しています。千景さん、まもなく1年ということで、この1年間どのような思いで過ごされてきましたか？ずっとこの遺骨がうちにありまして、朝から晩まで私出られないんですね、この人がいらっしゃるから。ですからこれで皆さんこうして忍んでいただいて、明日納骨しようと決めてます。
やっとうちからお墓へ行ってしまうので余計寂しくなると思いますけれども、でも何かにつけて涙涙でしたけれども、少し私もしっかりしないと、あんまり早く迎えに来ないでねってすることがいっぱいあるからねって主人には言ってるんですけれども、どうなりますか。しばらく頑張って後片付けをしたいと思ってますけど、やっぱりうちにあの遺骨でもいいからいてくれれば嬉しいんですけど、明日納骨するんで覚悟を決めなければと思ってます。皆さんそれぞれ一番の思い出、まあ、たくさんあるとは思いますが、思い出すことがあったら教えていただけますか。私はあの仕事を持ってまして、その間みんなに理解してもらって、主人のこととか家のことをあまり心配しないで仕事に邁進できたことがすごい感謝でございましたので、引退しましてからは主人と初めてハワイで二人っきりの生活っていうのをしてみのが生まれて初めてでした。だからとてもあの引退した後はずっと地方公演もついて歩きましたし、あの少しはお返しができたかなと思ってます。今日は本当にありがとうございました。本当にお世話になりまして、心から御礼申し上げます。ありがとうございました。